こんにちは、クララです。今日はアンデルセン童話の雪の女王、7つのお話でできているおとぎ物語、第1のお話、第2のお話を読みます。第1のお話、鏡とそのかけらのこと。さあ、聞いていらっしゃい。始めますよ。このお話をおしまいまで聞くと、だんだん何かがはっきりしてきて、つまりそれが悪い魔法使いのお話であったことがわかるのです。この魔法使いというのは、仲間でも一番いけないやつで、それこそまがいなしの悪魔でした。さて、ある日のこと、この悪魔は大層なご機嫌でした。というわけは、それは鏡を一面作り上げたからでしたが、その鏡というのが、どんな結構な美しいものでも、それに映るとほとんどないも同然に縮こまってしまう代わり、くだらないみっともない様子のものに限って余計はっきりと、いかにも肉しく映るという不思議な性質を持ったものでした。どんな美しい景色も、この鏡に映すと、憎たらしたほうれん草のように見え、どんなに立派な人たちも嫌な格好になるか、胴体のない頭だけで逆立ちするかしました。顔は見違えるほど歪んでしまい、たった一つぼっちのそばかすでも、鼻や口いっぱいに大きく広がって映りました。こりゃあ面白いなぁ、とその悪魔は言いました。ここに誰かが優しい、つつましい心を起こしますと、それが鏡にはしかめっ面に映るので、この魔法使いの悪魔は自分ながら、こいつはうまい発明だわい、とつい笑い出さずにはいられませんでした。この悪魔は魔法学校を開いていましたが、そこに通っている魔生徒どもは、今度不思議なものが現れたと方々触れ回りました。さて、この鏡ができたので、初めて世界や人間の本当の姿がわかるのだと、この連中は吹聴して歩きました。で、方々へその鏡を持ち回ったものですから、とうとうおしまいには、どこの国でもどの人でも、その鏡にめいめいの歪んだ姿を見ないものはなくなってしまいました。こうなると図に乗った悪魔の弟子どもは天までも登っていって、天使たちや神様まで笑い草にしようと思いました。ところで、高く高く登っていけば行くほど、その鏡は余計ひどくしかめっ面をするので、さすがの悪魔もおかしくて持っていられなくなりました。でも構わず高く高くと登っていって、もう神様や天使のお住まいに近くなりました。すると、鏡は相変わらずしかめっ面しながら、激しくブルブル震え揺れ出したものですから、ついに悪魔どもの手から地の上へ落ちて、何千万、何億万というのでは足りない、大変な数に細かく砕けて飛んでしまいました。ところが、これがため、余計下界の災いになったというわけは、鏡のかけらは、せいぜい砂粒くらいの大きさしかないので、
世界中に飛び散ってしまったからで、これが人の目に入るとそのままそこにこびりついてしまいました。するとその人たちは何でも物を間違ってみたり、物事の悪い方だけを見るようになりました。それはそのかけらがどんな小さなものでも鏡が持っていた不思議な力をそのまままだ残して持っていたからです。中にはまた人の心臓に入ったものがあって、その心臓を氷のかけらのように冷たいものにしてしまいました。そのうち幾枚か大きなかけらもあって、窓ガラスに使われるほどでしたが、そんな窓ガラスのうちからお友達を覗いてみようとしてもまるでダメでした。他のかけらでメガネに用いられたものもありましたが、このメガネをかけて物を正しく間違いのないように見ようとすると、とんだ騒ぎが起こりました。悪魔はこんなことを大変面白がって、お腹をゆすぶって、くすぐったがって笑いました。ところで、他にもまだ細かいかけらは空の中に漂っていました。さあ、これからがお話なのですよ。第二のお話。男の子と女の子。たくさんの家が建て込んで、大勢人が住んでいる大きな町では、誰でも庭にするだけの空き地を持つわけにはいきませんでした。ですから、大抵植木鉢の花を見て満足しなければなりませんでした。そういう町に二人の貧しい子供が住んでいて、植木鉢よりもいくらか花園を持っていました。その二人の子供は兄さんでも妹でもありませんでしたが、まるで本当の兄弟のように仲良くしていました。その子供たちの両親は、お婿同士でその住んでいる屋根裏部屋は、二軒の家の屋根と屋根とがくっついたところに向かい合っていました。その仕切りのところには一本の雨どいが通っていて、両方から一つずつ小さな窓が覗いていました。で、問いをひとまたぎしさえすれば、こちらの窓から向こうの窓へ行けました。子供の親たちはそれぞれ木の箱を窓の外に出して、台所で使うお野菜を植えておきました。その他にちょっとしたバラを一株植えておいたのが見事に育って勢いよく伸びていました。ところで親たちの思いつきでその箱を問いをまたいで横に並べておいたので、箱は窓と窓との間で向こうからこちらへ続いてそっくり、息のいい花の壁を二つ並べたように見えました。エンドウ豆のつるは箱から下の方に垂れ下がり、バラの木は勢いよく長い枝を伸ばして、それがまた両方の窓に絡みついて、お互いにお辞儀をし合っていました。まあ、花と青葉でこしらえたアーチのようなものでした。その箱は高いところにありましたし、子供たちはその上に這い上がってはいけないのを知っていました。そこで窓から屋根へ出て、バラの花の下にある小さな腰掛けに腰をかけるお許しをいただいて、そこで面白そうに遊びました。冬になるとそういう遊びもダメになりました。
窓はどうかするとまるっきり凍りついてしまいました。そんな時、子供たちは暖炉の上で導火を温めて、凍った窓ガラスにこの導火を押し付けました。すると、そこに丸い、まん丸い、きれいな覗き穴が出来上がって、この穴の向こうに両方の窓から一つずつ、それはそれは嬉しそうな優しい目がピカピカ光ります。それがあの男の子と女の子でした。男の子はカイ、女の子はゲルダと言いました。夏の間はただひとまたぎで行ったり来たりしたものが、冬になると二人の子供はいくつもいくつもはしご段を降りたり上がったりしなければなりませんでした。外には雪がくるくる舞っていました。あれはね、白い蜜蜂が集まって飛んでいるのだよ、とおばあさんが言いました。あの中にも女王蜂がいるの？と男の子は尋めました。この子は本当の蜜蜂にそういうもののいることを知っていたのです。ああ、いるともさ。とおばあさんは言いました。その女王蜂はいつもたくさん仲間の集まっているところに飛んでいるのだよ。仲間の中でも一番体が大きくて、決して下にじっとしてはいない。すぐと黒い雲の中へ飛んで入ってしまう。真夜中に幾晩も幾晩も、女王は町の通りから通りへと飛び回って、窓のところを覗くのさ。すると、不思議とそこで凍ってしまって、窓は穴を吹きつけたように見えるのだよ。ああ、それ、見たことがありますよ。と、子供たちは口を揃えて叫びました。そして、すると、これは本当の話なのだ、と思いました。雪の女王様は、うちの中へも入って来られるかしら？と女の子が尋ねました。来るといいな。そうすれば僕、それを暖かいストーブの上に乗せてやるよ。すると女王はとろけてしまうだろう。と男の子が言いました。でもおばあさんは男の子の髪の毛を撫でながら、他のお話をしてくれました。その夕方、カイは家にいて着物を半分脱ぎかけながら、ふと思いついて窓のそばの椅子の上に上がって、例の小さな覗き穴から外を眺めました。表にはちらちら粉雪が舞っていましたが、その中で大きな塊がひとひら植木箱の端に落ちました。すると、みるみるそれは大きくなって、とうとうそれがまがいのない若い一人の女の人になりました。もう何百万という数の星のように光る粉雪で折った薄い白いしゃぬき物を着ていました。優しい女の姿をしていましたが、氷の体をしていました。ギラギラ光る氷の体をして、そのくせ生きているのです。その目は明るい星を二つ並べたようでしたが、落ち着きも休みもない目でした。女は貝のいる窓の方にうなずきながら手招きしました。貝はびっくりして
椅子から飛び降りてしまいました。すぐその後で大きな鳥が窓の外を飛んだような気配がしました。そのあくる日はからりとした霜日和でした。それからは日に増し雪解けの陽気になってとうとう春がやってきました。お日様は暖かに照り輝いて緑が燃え出し、ツバメは巣を作り始めました。あの向かい合わせの屋根裏部屋の窓もまた開け広げられて、カイとゲルダとはアパートのてっぺんの屋根上の雨どいの小さな花園で今年も遊びました。この夏は実に見事にバラの花が咲きました。女の子のゲルダはバラのことの歌われている賛美歌を知っていました。そしてバラの花というとゲルダはすぐ自分の花園のバラのことを考えました。ゲルダはその賛美歌をカイに歌って聞かせますと、カイも一緒に歌いました。バラの花、咲きては散りぬ、幼子エス、やがて青がん。二人の子供は手を取り合って、バラの花に頬ずりして、神様の御光の輝くお日様を眺めて、幼子エスがそこにおいでになるかのように歌いかけました。なんという楽しい夏の日だったでしょう。生き生きといつまでも咲くことをやめないように見えるバラの花の匂いと葉の緑に包まれたこの屋根の上はなんていいところでしたろう。カイとゲルダは並んでかけて獣や鳥の書いてある絵本を見ていました。ちょうどその時、お寺の大きな塔の上で時計が5つ打ちましたが、カイはふと、あ、何かチクリと胸に刺さったよ。それから目にも何か飛び込んだようだ。と言いました。慌ててカイの首をゲルダが抱えると、男の子は目をパチパチやりました。でも目の中には何も見えませんでした。じゃあ取れてしまったのだろう。とカイは言いましたが、それは取れたのではありませんでした。カイの目に入ったのは、例の鏡から飛び散ったかけらでした。そら、覚えているでしょう？あの嫌な魔法の鏡のかけらで、その鏡に映すと、大きくて、いいものも小さく嫌なものに見える代わり、いけない悪いものほど一層際立って悪く見え、何によらず物事のあらがすぐ目立って見えるのです。かわいそうにカイは心臓にかけらが一つ入ってしまいましたから、まもなくそれは氷の塊のようになるでしょう。それなりもう痛みはしませんけれども、確かに心臓の中に残りました。なんだってベソを書くんだ？とカイは言いました。そんなみっともない顔をして、僕はもうどうもなってやしないんだよ。チェ、なんだい。こんな風にカイは不意に言い出しました。あのバラは虫が食っているよ。このバラもずいぶんへんてこなバラだ。みんな汚らしいバラだな。植わっている箱も箱なら花も花だ。
こう言って、カイは足で植木の箱を蹴飛ばして、バラの花を引きちぎってしまいました。カイちゃん、あんた何をするの？とゲルダは叫びました。カイはゲルダの驚いた顔を見ると、また他のバラの花をもぎり出しました。それから自分の家の窓の中に飛び込んで、優しいゲルダとも離れてしまいました。ゲルダがその後で絵本を持って遊びに来たとき、カイは、そんなもの、母さんに抱っこされている赤ん坊の見るものだ、と言いました。また、おばあさまがお話をしても、カイはのべつに、だって、だって、とばかり言っていました。それどころか隙を見ておばあさまの後ろに回って、メガネをかけておばあさんの口真似までして、してみせました。しかもなかなか上手にやったので、みんなはおかしがって笑いました。まもなくカイは町中の人たちの身振りや口真似でもできるようになりました。何でも一癖変わったことやみっともないことなら、カイは真似することを覚えました。あの子はきっといい頭なのに違いない、とみんな言いましたが、それはカイの目の中に入った鏡のかけらや心臓の奥深く刺さった鏡のかけらのさせることでした。そんなわけで、カイは真心を捧げて自分を慕ってくれるゲルダまでもいじめ出しました。カイの遊びもすっかり変わって、ひどくこましゃくれたものになりました。ある冬の日、粉雪が盛んに舞い降っている中で、カイは大きな虫眼鏡を持って外に出ました。そして青い上着の裾を広げて、その上に降ってくる雪を受けました。さあ、この眼鏡のところから覗いてごらん、ゲルダちゃん。とカイは言いました。なるほど、雪のひとひらがずっと大きく見えて、見事に開いた花か六角の星のようで、それは全く美しいものでありました。ほら、ずいぶん巧みにできてるだろう。本当の花なんか見るよりもずっと面白いよ。欠けたところなんか一つだってないものね。きちんと形を崩さずにいるのだよ。ただ、溶けさえしなければね。と、カイは言いました。その後、間もなく、カイは厚い手袋をはめて、ソリを担いでやってきました。そして、ゲルダに向かって、僕、他の子供たちの遊んでいる広場の方へ行ってもいいと言われたんだよ。と、囁くと、そのまま行ってしまいました。その大きな広場では、子供たちの中でも厚かましいのが、ソリをお百姓たちの馬車の後ろに岩へつけて、上手に馬車と一緒に滑っていました。これはなかなか面白いことでした。こんなことで子供たち誰も夢中になって遊んでいると、そこへ一台大きなソリがやってきました。それは真っ白に塗ってあって、中に誰かが粗末な白い毛皮にくるまって、白い粗末な帽子をかぶった人が乗っていました。そのソリは2回ばかり広場をぐるぐる回りました。そこでカイは早速それに
自分の小さなソリを縛りつけて一緒に滑っていきました。その大ソリはだんだん早く滑って、やがて次の大通りをまっすぐに走っていきました。ソリを走らせていた人はくるりと振り返って、まるでよく貝を知っているように慣れ慣れしい様子でうなずきましたので、貝はついソリを解くのをやめてしまいました。こんな具合にして、とうとうソリは町の門の外に出てしまいました。その時、雪がふきどく降ってきたので、貝は自分の手の先も見ることができませんでした。それでも構わず、ソリは走っていきました。貝は焦って、しきりと綱を動かして、その大ソリから離れようとしましたが、小ソリはしっかりと大ソリに縛り付けられていて、どうにもなりませんでした。ただもう大ソリに引っ張られて風のように飛んでいきました。貝は大声を上げて救いを求めましたが、種の耳にも聞こえませんでした。雪はぶっつけるように降りしきりました。ソリは前へ前へと飛んでいきました。時々ソリが飛び上がるのは、生垣やお堀の上を飛び越すのでしょうか。貝は全く震え上がってしまいました。主のお祈りをしようと思っても、頭に浮かんでくるのは、掛け算の九九ばかりでした。粉雪の塊はだんだん大きくなって、しまいには大きな白い鶏のようになりました。ふとその雪の鶏が両側に飛び立ちました。途端に大ソリは止まりました。ソリを走らせていた人が立ち上がったのを見ると、毛皮の街灯も帽子もすっかり雪でできていました。それは背の高い、目のくらむように真っ白な女の人でした。それが雪の女王だったのです。ずいぶんよく走ったわね、と雪の女王は言いました。あら、あんた、震えてるのね。私の熊の毛皮にお入り。こう言いながら女王は貝を自分のソリに入れて傍らに座らせ、貝の体にその毛皮をかけてやりました。すると貝はまるで雪の吹き積もった中にうずめられたように感じました。まだ寒いの？と女王は尋ねました。それから貝の額に頬をつけました。まあそれは氷よりももっと冷たい感じでした。そしてもう半分氷の塊になりかけていた貝の心臓にじーんと染み渡りました。貝はこのまま死んでしまうのではないかと思いました。けれどそれもほんのわずかの間で、やがて貝はすっかり気持ちが良くなって、もう身の回りの寒さなど一向気にならなくなりました。僕のソリを忘れちゃいけない。貝がまず第一に思い出したのは自分のソリのことでありました。そのソリは白い鶏のうちの一羽にしっかりと結びつけられました。この鶏はソリを背中に乗せて貝の後ろで飛んでいました。雪の女王はまたもう一度
貝に頬ずりしました。それで貝はもう可愛らしいゲルダのことも、おばあさまのことも、うちのことも何もかも、すっかり忘れてしまいました。さあ、もう頬ずりはやめましょうね、と雪の女王は言いました。この上すると、お前を死なせてしまうかもしれないからね。貝は女王を見上げました。まあその美しいことと言ったら、貝はこれだけ賢そうな立派な顔が他にあろうとはどうしたって思えませんでした。いつか窓のところに来て手招きして見せた時と違って、もうこの女王が氷でできているとは思えなくなりました。貝の目には女王は申し分なく完全で恐ろしいなどとは感じなくなりました。それで打ち解けて自分は分数までも暗算でできることや自分の国が幾平方マイルあってどのくらいの人口があるか知っていることまで話しました。女王は四重ニコニコしてそれを聞いていました。それが、なんだ知っていることはそれっぱかしかと言われたように思って、改めて広い広い大空を仰ぎました。すると女王は貝を連れて高く飛びました。高い黒雲の上までも飛んで行きました。嵐はザーザー、ヒューヒュー吹きすさんで、昔の歌でも歌っているようでした。女王と貝は、森や湖や海や陸の上を飛んで行きました。下の方では冷たい風がゴーゴーうなって、狼の群れが吠えたり、雪がシャッシャッときしったりして、その上に真っ黒なカラスがカーカー鳴いて飛んでいました。しかし、遥か上の方には、お月様が大きくこうこうと出ていました。このお月様を長い長い冬の夜中、貝は眺めて明かしました。昼になると貝は女王の足元で眠りました。第三のお話。魔法の使える女の花園。ところで、貝があれなり帰ってこなかったとき、あの女の子のゲルダはどうしたでしょう。貝は、まあ、どうしたのか、誰も知りませんでした。何の手がかりも得られませんでした。子供たちの話でわかったのは、貝がよその大きなソリに自分のソリを結びつけて、町を走り回って、町の門から外へ出て行ったということだけでした。さて、それから貝がどんなことになってしまったかは、誰も知っているものはありませんでした。幾人もの人の涙がこの子のために注がれました。そしてあのゲルダはそのうちでも一人、もう長い間胸の破れるほどに泣きました。みんなの噂では貝は町のすぐそばを流れている川に落ちて溺れてしまったのだろうということでした。ああ、まったく
長い長い陰気な冬でした。今、春はまた暖かいお日様の光と連れ立ってやってきました。カイちゃんは死んでしまったのよ。とゲルダは言いました。私はそう思わないね。とお日様が言いました。カイちゃんは死んでしまったのよ。とゲルダはツバメに言いました。私はそう思いません。とツバメたちは答えました。そこでおしまいにゲルダは自分でもカイは死んだのではないと思うようになりました。私、新しい赤い靴を下ろすわ。あれはカイちゃんのまだ見なかった靴よ。あれを履いて川へ降りて行って、カイちゃんのことを聞いてみましょう。とゲルダはある朝言いました。で、朝早かったので、ゲルダはまだ眠っていたおばあさまに接吻して赤い靴を履き、たった一人ぼっちで町の門を出て、川の方へ歩いて行きました。川さん、あなたが私の好きなお友達を取って行ってしまったというのは本当なの？この赤い靴をあげるわ。その代わり、カイちゃんを返してね。すると、川の水がよしよしというように、妙に波立って見えたので、ゲルダは自分の持っているものの中で一番好きだった赤い靴を脱いで、二つとも川の中に投げ込みました。ところが、靴は岸の近くに落ちたので、さざ波がすぐゲルダの立っているところへ靴を運んできてしまいました。まるで川は、ゲルダから一番大事なものをもらうことを望んでいないように見えました。なぜなら、川は貝を隠してはいなかったからです。けれど、ゲルダは靴をもっと遠くの方へ投げないからいけなかったのだと思いました。そこで、葦の茂みに浮かんでいた小舟に乗りました。そして、船の一番端へ行って、そこから靴を投げ込みました。でも、小舟はしっかりと岸にもやってなかったので、靴を投げるので動かした拍子に、岸から滑り出してしまいました。それに気がついて、ゲルダは急いで引っ返そうとしましたが、小舟のこちらの端まで来ないうちに、船は2、3尺も岸から離れて、そのままどんどん速く流れていきました。そこでゲルダは大層びっくりして泣き出しましたが、スズメの他は誰もその声を聞くものはありませんでした。スズメにはゲルダを連れ帰る力はありませんでした。でも、スズメたちは岸に沿って飛びながら、ゲルダを慰めるように。大丈夫、僕たちがいます。と泣きました。小舟はずんずん流れに運ばれていきました。ゲルダは足に靴下を履いただけで、じっと船の中に座ったままでいました。小さな赤い靴は、後ろの方でふわふわ浮いていましたが、小舟に追いつくことはできませんでした。小舟の方が靴よりももっと早く流されていったからです。岸は美しい景色でした。きれいな花が咲いたり、古い木が立っていたり、ところどころなだらかな土手には、羊や雌牛が遊んでいました。でも、
人間の姿は見えませんでした。ことによると、この川は、私をカイちゃんのところへ連れて行ってくれるのかもしれないわ。と、ゲルダは考えました。それで、だんだん元気が出てきたので、立ち上がって、長い間、両方の青々と美しい岸を眺めていました。それからゲルダは、大きなさくらんぼ畑のところに来ました。その畑の中には、風変わりな青や赤の窓のついた、一軒の小さな家が建っていました。その家はかやぶきで、表には船で通り過ぎる人たちの方に向いて、木製の二人の兵隊が銃剣肩に立っていました。ゲルダはそれを本当の兵隊かと思って声をかけました。しかし、言うまでもなくその兵隊は何の答えもしませんでした。ゲルダはすぐそのそばまで来ました。波が小舟を岸の方に運んだからです。ゲルダはもっと大きな声で呼びかけてみました。すると、その家の中から種目杖にすがった大層年取ったおばあさんが出てきました。おばあさんは目の覚めるようにきれいな花を描いた大きな夏帽子をかぶっていました。やれやれ、かわいそうに。どうしてお前さんはそんなに大きな波の立つ上をこんな遠いところまで流れてきたのだね。とおばあさんは言いました。それからおばあさんはざぶりざぶり水の中に入って種目杖で小舟を押さえてそれを丘の方へ引っ張ってきてゲルダを抱き下ろしました。ゲルダはまた丘に上がることのできたのを嬉しいと思いました。でも、この見慣れないおばあさんは、少し怖いようでした。さあ、お前さん、名前を何というのだか、また、どうしてここへやってきたのだか、話してごらん。と、おばあさんは言いました。そこでゲルダは、何もかもおばあさんに話しました。おばあさんはうなずきながら、うん、うん、と言いました。ゲルダはすっかり話してしまってから、おばあさんが貝を見かけなかったかどうか尋ねますと、おばあさんは、貝はまだここを通らないが、いずれそのうちここを通るかもしれない。まあ、そうくよくよ思わないで、花を眺めたり、さくらんぼを食べたりしておいで。花はどんな絵本のよりもずっときれいだし、その花びらの一枚一枚が長いお話をしてくれるだろうからと言いました。それからおばあさんはゲルダの手を取って自分の小さな家へ連れて行って、中から戸に鍵をかけました。その家の窓は大層高くて、赤いのや青いのや黄色の窓ガラスだったので、お日様の光は面白い色に変わって、きれいに部屋の中に差し込みました。机の上にはとてもおいしいさくらんぼが置いてありました。そしてゲルダは、いくら食べてもいいというお許しが出たものですから、思う存分それを食べました。ゲルダがさくらんぼを食べている間に、おばあさんが金の櫛でゲルダの髪の毛をすきました。そこでゲルダの髪の毛はバラの花のような丸っこくっ
って可愛らしい顔の周りで金色にチリチリ巻いて光っていました。私は長い間お前のような可愛らしい女の子が欲しいと思っていたのだよ。さあこれから私たちと一緒に仲良く暮らそうね、とおばあさんは言いました。そしておばあさんがゲルダの髪の毛に櫛を入れてやっているうちに、ゲルダはだんだん仲良しの貝のことなどは忘れてしまいました。というのは、このおばあさんは魔法が使えるからでした。けれども、おばあさんは悪い魔女ではありませんでした。おばあさんは自分の楽しみにほんの少し魔法を使うだけで、今度もそれを使ったのは、ゲルダを自分の手元に置きたいためでした。そこでおばあさんは庭へ出て、そこのバラの木に向かって、片っ端から樹木杖を当てました。すると、今まで美しく咲き誇っていたバラの木も、みんな黒い土の中に沈んでしまったので、もう誰の目にも、どこに今までバラの木があったかわからなくなってました。おばあさんはゲルダがバラを見て自分の家のバラのことを考え、貝のことを思い出してここから逃げていってしまうといけないと思ったのです。さてゲルダは花園に案内されました。そこは、まあなんといういい香りが溢れていて、目の覚めるように綺麗なところでしたろう。花という花はこぼれるように咲いていました。そこでは一年中花が咲いていました。どんな絵本の花だって、これより美しく、これより賑やかな色に咲いてはいませんでした。ゲルダは踊り上がって喜びました。そして夕日が高い桜の木の向こうに入ってしまうまで遊びました。それからゲルダは青いスミレの花がいっぱい詰まった赤い絹クッションのある綺麗なベッドの上で結婚式の日の女王様のような素晴らしい夢を結びました。その明くる日、ゲルダはまた暖かいお日様の光を浴びて、花たちと遊びました。こんな風にして、行く日も行く日も経ちました。ゲルダは花園の花を残らず知りました。そのくせ、花園の花は数こそ随分たくさんありましたけれど、ゲルダにとっては、どうもまだ何か一色足りないように思われました。でも、それが何の花であるかわかりませんでした。するうち、ある日、ゲルダは何気なく座って、花を描いたおばあさんの夏帽子を眺めていましたが、その花のうちで一番美しいのは、バラの花でした。おばあさんは他のバラの花をみんな見えないように隠したくせに、自分の帽子に描いたバラの花を消すことをつい忘れていたのでした。まあ、手抜かりということは誰にでもあるものです。あら、ここのお庭にはバラがないわ、とゲルダは叫びました。それからゲルダは花園を幾度も幾度も探し回りましたけれども、バラの花は一つも見つかりませんでした。そこで
ゲルダは花園に座って泣きました。ところが、涙がちょうどバラがうずめられた場所の上に落ちました。暖かい涙がしっとりと土を湿らすと、バラの木はみるみる沈まない前と同じように、花をいっぱいつけて地の上に現れてきました。ゲルダはそれを抱いて接吻しました。そして自分のうちのバラを思い出し、それと一緒にカイのことも思い出しました。まあ、私どうしてこんなところに引き止められていたのかしら、とゲルダは言いました。私、カイちゃんを探さなくてはならなかったのだわ。カイちゃん、どこにいるか知らなくって。あなたはカイちゃんが死んだと思って。とゲルダはバラに聞きました。カイちゃんは死にはしませんよ。私どもは今まで血の中にいました。そこには死んだ人は皆いましたが、でもカイちゃんは見えませんでしたよ。とバラの声が聞こえました。ありがとう。とゲルダは言って、他の花のところへ行って、一つ一つウテナの中を覗きながら尋ねました。カイちゃんはどこにいるか知らなくって?でも、どの花もひなたぼっこしながら、自分たちの作ったお話やおとぎ話のことばかり考えていました。ゲルダはいろいろと花に聞いてみましたが、どの花もカイのことについては一向に知りませんでした。ところで、鬼ユリは何と言ったでしょう。あなたには太鼓の音がドンドンというのが聞こえますか?あれには二つの音しかないのです。だから、ドンドンといつでもやっているのです。女たちが歌う弔いの歌をお聞きなさい。また、坊さんのあげるお祈りをお聞きなさい。インド人のヤモメは仮装の焚き木の積まれた上に長い赤いマントをまとって立っています。炎がその女と死んだ夫の屍の周りに立ち上ります。でも、インドの女はぐるりに集まった人たちの中の生きている一人の男のことを考えているのです。その男の目は炎よりも熱く燃え、その男の焼くような目つきは、やがて女の体を焼き尽くして灰にする炎などよりももっと激しく、女の心の中で燃えていたのです。心の炎は火あぶりの焚き木の中で燃え尽きるものでしょうか。何のことだかまるでわからないわ、とゲルダが答えました。私の話はそれだけさ、と鬼ユリは言いました。ヒルガオはどんなお話をしたでしょう。狭い山道の向こうに昔の侍のお城がぼんやり見えます。崩れかかった赤い石が木の上にツタが深く生い茂って、露台の方へ一葉一葉這い上がっています。露台の上には美しい乙女が欄干に寄りかかって往来を見下ろしています。どんなバラの花でもその乙女ほどみずみずとは枝に咲き出しません。どんなリンゴの花でもこんなに軽々とした風に木から風が運んでくることはありません。まあ、乙女の美しい絹の着物のサラサラなること。あの人はまだ来ないのかしら。
あの人というのはカイちゃんのことなの？とゲルダが尋ねました。私はただ私のお話をしただけ、私の夢のをね、とヒルガオは答えました。かわいい松雪草はどんなお話をしたでしょう？木と木の間に綱で吊るした長い板が下がっています。ブランコなの。雪のように白い着物を着て、帽子には長い緑色の絹のリボンを巻いた二人の可愛らしい女の子が、それに乗って揺られています。この女の子たちよりも大きい男兄弟がそのブランコに立って乗っています。男の子は片手に小さなお皿を持ってるし、片手には土製のパイプを握っているので、体を支えるために綱に腕を巻きつけています。男の子はシャボン玉を吹いているのです。ブランコが揺れて、シャボン玉はいろんな美しい色に変わりながら飛んでいきます。一番おしまいのシャボン玉は風に揺られながらまだパイプのところについています。ブランコは飛ぶように揺れています。あら？シャボン玉のように身の軽い黒犬が後足で立って乗せてもらおうとしています。ブランコは揺れる。黒犬はひっくり返って吠えているわ。からかわれて怒っているのね。シャボン玉は弾けます。揺れるブランコ。割れて壊れるシャボン玉。これが私の歌なんです。あなたのお話はとても面白そうね。けれど、あなたは悲しそうに話しているのね。それから、あなたはカイちゃんのことは何にも話してくれないのね。ヒヤシンスの花はどんなお話をしたでしょう。あるところに三人の透き通るように美しい、綺麗な姉、妹がおりました。中で一番上の娘の着物は赤く、二番目のは水色で、三番目のは真っ白でした。兄弟たちは手を取り合って、冴えた月の光の中で静かな湖の淵に出て踊りを踊ります。三人とも幼女ではなくて人間でした。そのあたりにはなんとなく甘いいい匂いがしていました。娘たちは森の中に消えました。甘いいい匂いが一層強くなりました。するとその三人の美しい娘を入れた三つの棺が森の茂みからすーっと現れてきて、湖の向こうへ渡っていきました。土ボタルがそのぐるりを空に舞っている小さな灯火のようにピカリピカリしていました。踊り狂っていた三人の娘たちは眠っていたのでしょうか、死んだのでしょうか。花の匂いは言いました。あれは亡骸です。夕べの鐘が亡くなった人たちを弔います。ずいぶん悲しいお話ね。あなたのその強い匂いを嗅ぐと、私死んだその娘さんたちのことを思い出さずにはいられないわ。はあ、
カイちゃんは本当に死んでしまったのかしら。血の中に入っていたバラの花は、カイちゃんは死んではいないと言ってるけれど。チリン、カラン、とヒヤシンスの鈴が鳴りました。私はカイちゃんのために鳴っているのではありません。カイちゃんなんて人は、私たち少しも知りませんもの。私たちはただ自分の知っているたった一つの歌を歌っているだけです。それからゲルダは緑の葉の間から明るく咲いているタンポポのところへ行きました。あなたはまるで小さな明るいお日様ね。どこに私のお友達がいるか知っていたら教えてくださいな、とゲルダは言いました。そこでタンポポは余計明るく光りながらゲルダの方へ向きました。どんな歌をその花が歌ったでしょう。その歌も貝のことではありませんでした。小さな中庭には春の一番初めの日、うららかなお日様が暖かに照っていました。お日様の光は、お隣の家の真っ白な壁の上から下へ滑り落ちていきました。そのそばに、春一番初めに咲く黄色い羽が輝く光の中に、金のように咲いていました。おばあさんは、椅子を外に出して腰をかけて言いました。おばあさんの孫のかわいそうな女中奉公をしている美しい女の子がおばあさんに会うためにわずかなお暇をもらって家へ帰ってきました。女の子はおばあさんに接吻しました。この恵み多い接吻には金が、心の金がありました。その口にも金、その踏む土にも金、その朝のひとときにも金がありました。これが私のつまらないお話です。とタンポポが言いました。まあ、私のおばあさまはどうしていらっしゃるかしら。とゲルダはため息をつきました。そうよ、きっとおばあさまは私に会いたがって悲しがっていらっしゃるわ。カイちゃんのいなくなったと同じように心配していらっしゃるわ。けれど、私じきにカイちゃんを連れて家に帰れるでしょう。もう花たちにいくら尋ねてみたって仕方がない。花たち、ただ自分の歌を歌うだけで、何にも答えてくれないのだもの。そこでゲルダは早くかけられるように着物をきりりと託し上げました。けれど、気づい線をゲルダが飛び越えようとしたとき、それに足が引っかかりました。そこでゲルダは立ち止まって、その黄色い背の高い花に向かって尋ねました。あんた、カイちゃんのことなんか知っているの？そして、ゲルダはかがんで、その花の話すことを聞きました。その花は何と言ったでしょう。私、自分が見られるのよ。自分がわかるのよ。と、気づい線は言いました。ああ、なんて私はいい匂いがするんだろう。屋根裏の小さな部屋に、半裸の小さな踊り子が立っています。踊り子は片足で立ったり、両足で立ったりして、まるで世界中を踏みつけるように見えます。でもこれは、ほんの目の迷いです。踊り子は小さな布に湯沸かしから湯を注ぎます。これは、コルセットです。そうです、そうです。清潔が何よりです。
白い上着も釘にかけてあります。それもまた湯沸かしの湯で洗って、屋根で乾かしたものなのです。踊り子はその上着をつけて、サフラン色のハンケチを首に巻きました。ですから上着は余計白く見えました。ほら、足を上げた。どう、まるで軸の上に立って、うんと踏ん張った姿は。私、自分が見えるの。自分がわかるの。何もそんな話私にしなくてもいいじゃないの。そんなことどうだって構わないわ。と、ゲルダは言いました。それでゲルダは庭の向こうの橋までかけて行きました。その戸は閉まっていましたが、ゲルダがその錆びついた取っ手をドンと押したので、外れて戸はパンと開きました。ゲルダは広い世界に裸足のままで飛び出しました。ゲルダは三度も後を振り返ってみましたが、誰も追っかけてくるものはありませんでした。とうとうゲルダはもうとても走ることができなくなったので、大きな石の上に腰を下ろしました。そこらを見回しますと、夏は過ぎて秋が深くなっていました。お日様が年中輝いて、四季の花が絶えず咲いていた、あの美しい花園では、そんなことはわかりませんでした。ああ、どうしましょう。あたしこんなに遅れてしまって。と、ゲルダは言いました。もう、とうに秋になっているのね。さあ、ゆっくりしてはいられないわ。そして、ゲルダは立ち上がって、ずんずん歩き出しました。まあ、ゲルダのか弱い足は、どんなに痛むし、そして疲れていたことでしょう。どこも冬枯れて、わびしい景色でした。長い柳の葉はすっかり黄ばんで、霧が雨しずくのように、枝から垂れていました。ただ、トゲのある苔桃だけはまだ実を結んでいましたが、苔桃は酸っぱくって口が曲がるようでした。ああ、なんてこの広々した世界は灰色で薄暗く見えたことでしょう。第四のお話、王子と王女。ゲルダはまたも休まなければなりませんでした。ゲルダが休んでいた場所のちょうど向こうの雪の上で、一羽の大きなカラスがぴょんぴょんやっていました。このカラスはしばらくじっとしたなり、ゲルダを見つめて頭を振っていましたが、やがてこう言いました。わあ、わあ、こんにちは、こんにちは。カラスはこれよりよくは何も言うことができませんでしたが、でもゲルダを懐かしく思っていて、この広い世界でたった一人ぼっち、どこへ行くのだと言って尋ねました。この一人ぼっちという言葉をゲルダはよく味わって、しみじみその言葉に深い意味のこもっていることを思いました。ゲルダはそこでカラスに自分の身の上のことをすっかり話して聞かせた上、どうして貝を見なかったか尋ねました。するとカラスはひどく真面目に考え込んでこう言いました。あれかもしれない。あれかもしれない。え？知ってて？とゲルダは大きな声で言ってカラスを乱暴に、それこそ息の止まるほど接吻しました。お手柔らかに、
お手柔らかに。と、カラスは言いました。どうもカイちゃんを知っているような気がします。多分、あれがカイちゃんだろうと思いますよ。けれど、カイちゃんは王女様のところにいて、あなたのことなどはきっと忘れていますよ。カイちゃんは王女様のところにいるんですって？とゲルダは聞きました。そうです。まあお聞きなさい。とカラスは言いました。どうも私にすると人間の言葉で話すのは大層な骨折りです。あなたにカラスの言葉がわかるとずっとうまく話せるのだがな。まあ、私習ったことがなかったわ。とゲルダは言いました。でも、うちのおばあさまはおできになるのよ。私習っておけばよかった。構いませんよ。とカラスは言いました。まあ、できるだけしてみますから。うまくいけばいいが。それからカラスは知っていることを話しました。私たちが今いる国には大層賢い王女様がおいでになるのです。何しろ世界中の新聞を残らず読んで、残らずまた忘れてしまいます。まあそんなわけで大層利口な方なのです。さて、この間、王女様は玉座にお座りになりました。玉座というものは世間で言うほど楽しいものではありません。そこで王女様は口ずさみに歌を歌い出しました。その歌は、なぜに私は婿取らぬといった歌でした。そこで、なるほど、それももっともだわ。というわけで、王女様は結婚しようと思い立ちました。でも、夫にするなら、物を尋ねても、すぐと答えるようなのが欲しいと思いました。だってただそこに突っ立って、様子ぶっているだけでは、じきに退屈してしまいますからね。そこで、王女様は、女官たち残らずお召しになって、この目論見をお話になりました。女官たちは大層面白く思いまして、それは良い思いつきでございます。私どももつい先頃それと同じことを考えついた次第です。などと申しました。私の言っていることはごく本当のことなのですよ。とカラスは言って、私には優しい言い名付けがあって、その王女様のお城に自由に飛んでいける。それが私にすっかり話してくれたのです。と言い添えました。言うまでもなく、その言い名付けというのはカラスでした。というのは似た者同士で、カラスはやはりカラス仲間で集まります。ハートと王女様の頭文字で縁取った新聞が早速発行されました。それには様子の立派な若い男は誰でもお城に来て王女様と話すことができる。そしてお城へ来ても自分の家にいるように気安く上手に話した人を王女は夫として選ぶであろうということが書いてありました。そうです、そうです。あなたは私を大丈夫信じてください。この話は私がここにこうして座っているのと同様、本当の話なのですから。とカラスは言いました。若い男の人たちは、群れを作ってやってきました。そして大層町は混雑して、たくさんの人があっちへ行ったり、こっちへ来たり、忙しそうに駆けずり回っていました。でも、初めの日も、次の日も、一人だっ
てうまくやったものはありません。みんなお城の外でこそよく喋りましたが、一度お城の門を入って銀づくめの兵隊を見たり、階段を登って金ピカの制服をつけたお役人に出会って、明るい大広間に入ると、途端にポーッとなってしまいました。そして、いよいよ王女様のおいでになる玉座の前に出た時には、誰も王女様の言われた言葉の尻をオウム返しに繰り返すほかありませんでした。王女様とすれば、何も自分の言った言葉をもう一度言ってもらっても仕方がないでしょう。ところが、誰も御殿の中に入ると、鍵タバコでも飲まされたように、ふらふらで往来へ出てきて、やっと我に帰って、口が聞けるようになる。何しろ町の門からお城の門まで、若い人たちが列を作って並んでいました。私はそれを自分で見てきましたよ。とカラスが念をして言いました。みんなは自分の番がなかなか回ってこないので、お腹が空いたり、喉が渇いたりしましたが、御殿の中では生ぬるい水一杯くれませんでした。中で気の利いた先生たちがバターパンご持参でやってきていましたが、それをそばの人に分けようとはしませんでした。この連中の木では、こいつらたんとひもじそうな顔をしてるがいい。おかげで王女様もご採用になるまいから、というのでしょう。でも、カイちゃんはどうしたのです?いつカイちゃんはやってきたのです?とゲルダは尋ねました。カイちゃんはその人たちの仲間にいたのですか?まあまあ、お待ちなさい。これからそろそろカイちゃんのことになるのです。ところで、その三日目に、馬にも、馬車にも乗らない小さな男の子が楽しそうにお城の方へ歩いてきました。その人の目はあなたの目のように輝いて立派な長い髪の毛を持っていましたが、着物はボロボロに切れていました。それがカイちゃんなのね。あ、で、それではとうとう私、カイちゃんを見つけたわ!と、ゲルダは嬉しそうに叫んで手を叩きました。その子は背中に小さな灰のうを背負っていました。と、カラスが言いました。いいえ、きっとそれはソリよ!と、ゲルダは言いました。カイちゃんはソリと一緒に見えなくなってしまったのですもの。なるほど、そうかもしれません。とカラスは言いました。何しろちょっと見ただけですから。しかし、それはみんな私の優しい言い名付けから聞いたのです。それからその子はお城の門を入って、銀の軍服の兵隊を見ながら段を登って、金ピカの制服のお役人の前に出ましたが、少しも孫つきませんでした。それどころか、平気で会釈して。階段の上に立っているのはさぞ退屈でしょうね。では、ごめんこうむって、私は広間に入らせてもらいましょう。と言いました。広間には明かりがいっぱいついて、枢密顧問官や身分の高い人たちが裸足で金の器を運んで歩いていました。そんな中で誰だって嫌でもおごそかな気持ちになるでしょう。ところへ
その子の長靴はやけにやかましくぎゅうぎゅうなるのですが、一向に平気でした。きっとカイちゃんよ、とゲルダが叫びました。だって新しい長靴を履いていましたもの。私、その靴がぎゅうぎゅう言うのをおばあさまの部屋で聞いたわ。そう、本当にぎゅうぎゅうってなりましたよ。とカラスはまた話し始めました。さて、その子はつかつかと糸車ほどの大きな真珠に腰をかけている王女様の御前に進みました。王女様のぐるりを取り巻いて、女官たちがお月を、そのお月がまたお月を従え、侍従が家来の、またその家来を従え、それがまためいめい胡椒を引き連れて立っていました。しかも、扉の近くに立っているものほど威張っているように見えました。四重上靴で歩き回っていた家来の家来の胡椒なんか、とても仰向いて顔が見られないくらいでした。とにかく戸口のところで威張り返っている風はちょっと見物でした。まあ、ずいぶん怖いこと。それでもカイちゃんは王女様と結婚したのですか？とゲルダは言いました。もし私がカラスでなかったなら、今の言い名付けを捨てても王女様と結婚したかもしれません。人の噂によりますと、その人は私がカラスの言葉を話すときと同様、上手に話したということでした。私はそのことを私の言い名付けから聞いたのです。どうしてなかなか様子のいい元気な子でした。それも王女様と結婚するために来たのではなくて、ただ、王女様がどのくらい賢いか知ろうと思ってやってきたのですが、それで王女様が好きになり、王女様もまたその子が好きになったというわけです。そう、いよいよその人カイちゃんに違いないわ。カイちゃんはそりゃ利口で分数まで暗算でやれますもの。はあ、私をそのお城へ連れて行ってくださらないこと？とゲルダは言いました。さあ、口で言うのはたやすいが、どうしたらそれができるか難しいですよ。とカラスは言いました。ところでまあそれをどうするか。まあ、私の言い名付けに相談してみましょう。きっと、いい知恵を貸してくれるかもしれません。何しろ、あなたのような小さな娘さんが、お城の中に入ることは許されていないのですからね。いいえ、そのお許しならもらえてよ。と、ゲルダが言いました。カイちゃんは私が来たと聞けばすぐに出てきて私を入れてくれるでしょう。向こうの垣根のところで待ってらっしゃい。とカラスは言って頭をふりふりと飛んでいってしまいました。そのカラスが帰ってきた時には晩もだいぶ暗くなっていました。素敵素敵とカラスは言いました。言い名付けがあなたによろしくとのことでしたよ。さあ、ここに少しばかりパンを持ってきてあげました。さぞお腹が空いたでしょう。言い名付けが
台所から持ってきたのです。そこにはたくさんまだあるのです。どうもお城へ入ることはできそうもありませんよ。なぜと言ってあなたは靴を履いていませんから、銀の軍服の兵隊や金ピカの制服のお役人たちが許してくれないでしょうからね。だがそれで泣いてはいけない。きっと連れて行ける工夫はしますよ。私の言い名付けは王女様のネマに通じている細い裏はしごを知っていますし、その鍵のあるところも知っているのですからね。そこでカラスとゲルダとはお庭を抜けて、木の葉が後から後からと散ってくる並木道を通りました。そしてお城の明かりが順々に消えてしまったとき、カラスは少し空いている戸口へゲルダを連れて行きました。まあゲルダの胸は怖かったり嬉しかったりで、なんてドキドキしたことでしょう。まるでゲルダは何か悪いことでもしているような気がしました。けれどゲルダはその人がカイちゃんであるかどうかを知りたい一心なのです。そうです。それはきっとカイちゃんに違いありません。ゲルダはしみじみとカイちゃんの利口そうな目つきや長い髪の毛を思い出していました。そして二人がうちにいてバラの花の間に座って遊んだとき、カイちゃんが笑った通りの笑顔が目に浮かびました。そこでカイちゃんに会って、長い長い道中をして自分を探しにやってきたことを聞き、あれなり帰らないので、どんなにみんなが悲しんでいるか知ったなら、こうして来てくれたことをどんなに喜ぶでしょう。まあそう思うと嬉しいし心配でした。さて、カラスとゲルダとは階段の上に登りました。小さなランプが棚の上についていました。そして床板の真ん中のところには飼いならされた女ガラスがじっとゲルダを見て立っていました。ゲルダはおばあさまから教わったように丁寧にお辞儀しました。かわいいお嬢さん。私の言い名付けは、あなたのことを大層褒めておりました。と、その優しいカラスが言いました。あなたのそのご経歴とやら申しますのは、ずいぶんお気の毒なのですね。さあ、ランプをお持ちください。ご案内しますわ。このところ、まっすぐに参りましょう。もう誰にも会いませんから。誰か私たちの後からついてくるような気がすることね。と何かがそばを急に通った時にゲルダは言いました。それはたてがみを振り乱してほっそりとした足を持っている馬だの、それから狩人だの馬に乗った立派な男の人や女の人だのの、それがみんな壁に映った影のように見えました。あれはほんの夢なのですわ。とカラスが言いました。あれらはそれぞれのご主人たちの心を寮に誘い出そうとしてくるのです。都合のいいことにあなたは寝床の中であの人たちのお休みのところがよく見られます。そこでどうか、あなたが立派な身分におなりになった後も、世話になったお礼はお忘れなくね。
それは言うまでもないことだろうよ。と森のカラスが言いました。さて、カラスとゲルダとは、一晩初めの広間に入っていきました。そこの壁には花で飾ったバラ色の種子が上から下まで張り詰められていました。そしてここにも寮に誘うさっきの夢はもう飛んできていましたが、あまり早く動きすぎてゲルダは偉い殿様や貴婦人方を今度は見ることができませんでした。広間から広間へ行くほど見事にできていました。ただもうあまりの美しさに孫つくばかりでしたが、そのうちとうとうネマまで入ってきました。そこの天井は高価なガラスの刃を広げた大きなシュロの木の形になっていました。そして部屋の真ん中には二つのベッドが木の軸にあたる金の太い柱に吊り下がっていて、二つとも百合の花のように見えました。そのベッドは一つは白くて、それには王女が眠っていました。もう一つのは赤くて、そこに眠っている人こそ、ゲルダの探すカイちゃんではなくてはならないのです。ゲルダは赤い花びらをひとひら、そっとどけると、そこに日焼けした首筋が見えました。ああ、それはカイちゃんでした。ゲルダはカイちゃんの名を声高く呼びました。ランプをカイちゃんの方へ差し出しました。夢がまた馬に乗って、騒がしくその部屋の中へ入ってきました。その人は目を覚まして、顔をこちらに向けました。ところが、それはカイちゃんではなかったのです。今は王子となったその人は、ただ首筋のところがカイちゃんに似ていただけでした。でもその王子は若くて美しい顔をしていました。王女は白い百合の花とも見えるベッドから目をパチクリやって見上げながら、誰がそこに来たのかとお尋ねになりました。そこでゲルダは泣いて、今までのことやカラスがいろいろに尽くしてくれたことなどを残らず王子に話しました。それはまあ、かわいそうに、と王子と王女とが言いました。そしてカラスをお褒めになり、自分たちには決してカラスがしたことを怒りはしないが、二度とこんなことをしてくれるな、とおっしゃいました。それでもカラスたちはご褒美をいただくことになりました。お前たちは好き勝手にそれを飛び回っている方がいいかい？と王女は尋ねました。それとも宮中お抱えのカラスとして、台所のお余りは何でも食べることができるし、そういう風にしていつまでも御殿にいたいと思うかい？そこで、二羽のカラスはお辞儀をして、自分たちが年を取ってからのことを考えると、やはり御殿に置いていただきたいと願いました。そして、誰しも言っていますように、先へ行って困らないようにしたいものでございます。と言いました。王子はその時、ベッドから出て、ゲルダをそれに寝かせ、
自分はそれなり寝ようとはしませんでした。ゲルダは小さな手を組んで、まあ、なんといういい人やいいカラスたちだろう、と思いました。それから目をつぶってすやすや眠りました。すると、また夢がやってきて、今度は天使のような人たちが一台のソリを引いてきました。その上には、カイちゃんが手招きしていました。けれども、それはただの夢だったので、目を覚ますと、早速消えてしまいました。あくる日になると、ゲルダは頭から足の先まで、絹やビロードの着物で包まれました。そして、このままお城にとどまっていて、楽しく暮らすようにと勧められました。でも、ゲルダはただ、小さな馬車と、それを引く馬と、小さな一足の長靴がいただきたいと言いました。それでもう一度、広い世界へ、カイちゃんを探しに出て行きたいのです。さて、ゲルダは、長靴ばかりでなく、マッフまでもらって、さっぱりと旅の支度ができました。いよいよ出かけようという時に、玄関には純金の新しい馬車が一台止まりました。王子と王女の紋章が星のように光ってついていました。御車や別当やお先払いが。そうです、お先払いまでが、金の冠をかぶって並んでいました。王子と王女は、ご自分でゲルダを助けて馬車に乗らせ、無事に行ってくるようにおっしゃいました。もう今は結婚を済ませた森のカラスも、三マイル先まで見送りについてきました。このカラスは、後ろ向きに乗っていられないというので、ゲルダのそばに座っていました。メスの方のカラスは、羽をバタバタやりながら、門のところに止まっていました。送っていかないわけは、あれからずっと御殿勤めで、たくさんに食べ物をいただくせいか、ひどく頭痛がしていたからです。その馬車の内側は砂糖ビスケットでできていて、腰をかけるところは果物やくるみの入った生姜パンでできていました。さよなら、さよなら、と王子と王女が叫びました。するとゲルダは泣き出しました。カラスもまた、泣きました。さて、馬車が三マイル先のところまで来たとき、今度はカラスがさよならを言いました。この上ない悲しい別れでした。カラスはそこの木の上に飛び上がって、馬車がいよいよ見えなくなるまで黒い翼をバタバタやっていました。馬車はお日様のように輝きながら、どこまでも走り続けました。第五のお話、追いはぎの小娘。それから、ゲルダの仲間は、暗い森の中を通って行きました。ところが馬車の光は松明のようにちらちらしていました。それが追いはぎどもの目に留まって我慢がならなくさせました。やあ、金だぞ、金だぞ、と
追いはぎたちは叫んで一度に飛び出してきました。馬を押さえて、御車、別当からお先払いまで殺して、ゲルダを馬車から引きずり下ろしました。こりゃ大層太って可愛らしい娘だわい。きっと年中くるみの実ばかり食べていたのだろう。と、追いはぎババが言いました。女のくせに長い怖いひげを生やして、眉毛が目の上まで垂れ下がったばあさんでした。何しろそっくり油の乗った子羊というところだが、さあ食べたらどんな味がするかな？そう言って、ばあさんはピカピカするナイフを持ち出しました。切れそうに光って、気味の悪いと言ったらありません。あ！その途端、ばあさんは声を上げました。その女の背中にぶら下がっていた小娘が、何しろ乱暴なだだっこで、面白がっていきなり母親の耳を噛んだのです。このまま何をすると母親は叫びました。おかげでゲルダを殺す鼻先を折られました。あの子はあたいと一緒に遊ぶのだよ。と追いはぎの小娘は言いました。あの子はマッフや綺麗な着物を与えにくれて晩には一緒に寝るのだよ。こう言ってその女の子はもう一度母親の耳をしたたかに噛みました。それでばあさんは飛び上がってぐるぐる回りました。追いはぎどもはみんな笑って、見ろ、ばばあがガキと一緒に踊っているからよ、と言いました。馬車の中へ入ってみようや、と追いはぎの小娘は言いました。この小娘は、わんぱくに育って、おまけに強情っぱりでしたから、何でもしたいと思うことをしなければ気が済みませんでした。それで、ゲルダと二人馬車に乗り込んで、切り株や石の出ている上を通って、林の奥へ深く入っていきました。追いはぎの小娘は、ちょうどゲルダぐらいの大きさでしたが、ずっときつそうで、肩つきががっしりしていました。どす黒い肌をして、その目は真っ黒で、なんだか悲しそうに見えました。女の子はゲルダの腰周りに手をかけて、あたい、お前と喧嘩しないうちは、あんな奴らにお前を殺させやしないよ。お前はどこかの王女じゃなくて？と言いました。いいえ、私は王女ではありません。とゲルダは答えて、今までにあった出来事や自分がどんなに好きなカイちゃんのことを思っているかということなぞを話しました。追いはぎの娘はしげしげとゲルダを見て軽くうなずきました。あたいはお前と喧嘩したって、あの奴らにお前を殺させやしないよ。そんなくらいなら、あたい自分でお前を殺してしまうわ。と言いました。それから娘はゲルダの目を拭いてやり、両手を美しいマッフにつけてみましたが、それは大変ふっくりして柔らかでした。さあ、馬車は止まりました。そこは追いはぎのこもるお城の広庭でした。その山菜は上から下までひびだらけでした。そのずれた割れ目から大ガラス、小ガラスが飛び回っていました。大きなブルドッグが相手構わず人間でも食ってしまいそうな様子で高く飛び上がりました。でも、決して吠えませんでした。吠えることは止められてあったからです。大きなすすけた広間には、煙がもうもうしていて、焚き火が
赤々と石畳の床上で燃えていました。煙は天井の下に立ち迷って、どこからともなく出ていきました。大きなお鍋にはスープが煮え立って、大ウサギ、小ウサギが炙り串に刺して焼かれていました。お前は今夜はあたいやあたいの小さな動物と一緒に寝るなよ。と、おいはぎの小娘が言いました。二人は食べ物と飲み物をもらうと、藁や敷物が敷いてある部屋の隅の方へ行きました。その上には、百羽よりももっとたくさんの鳩が眠ったように、木ずりや止まり木に止まっていましたが、二人の女の子が来た時には、ちょっとこちらを向きました。みんなこの鳩、あたいのものなのよ。と、おいはぎの小娘は言って、手早く手近にいた一羽を捕まえて、足を揺さぶったので、鳩は羽をバタバタやりました。接吻しておやりよ。と言って、おいはぎの小娘はそれをゲルダの顔に投げつけました。あそこに泊まってるのが森の暴れ者さ。と、その娘は、壁にかけた穴に打ち込まれた止まり木を指さしながら、また話し続けました。あれは庭とも森の暴れ者さ。しっかり閉じ込めておかないと、すぐ逃げていってしまうの。ここにいるのが、昔からお友達の、ベーよ。こう言って、女の子はピカピカ磨いた銅腕の首輪をはめたまま繋がれている一匹のトナカイを角を持って引き出しました。これもしっかり繋いでおかないと逃げていってしまうの。だからあたいはね、毎晩よく切れるナイフで首のところをくすぐってやるんだよ。するとそれはびっくりするったらありゃしない。そう言いながら、女の子は壁の割れ目のところから長いナイフを取り出して、それをトナカイの首に当てて、そろそろ撫でました。かわいそうにその獣は足をどんどんやって苦しがりました。娘は面白そうに笑って、それなりゲルダを連れて寝床に行きました。あなたは寝ている間、ナイフを離さないの？と、ゲルダは気味悪そうにそれを見ました。あたいしょっちゅうナイフを持ってるよ。と、おいはぎの小娘は答えました。何が始まるかわからないからね。それよか、もう一度カイちゃんってこの話をしてくれない？それからどうして、この広い世界に、あてもなく出てきたのか、そのわけを話してくれないか？そこで、ゲルダは初めからそれを繰り返しました。森の鳩が頭の上のカゴの上でクークー言っていました。他の鳩は眠っていました。おいはぎの小娘は片手をゲルダの首にかけて、片手にはナイフを持ったまま、大いびきをかいて寝てしまいました。けれども、ゲルダは目をつむることはできませんでした。ゲルダは、一体自分は生かしておかれるのか、殺されるのか、まるでわかりませんでした。焚き火のぐるりを囲んで、おいはぎたちはお酒を飲んだり、歌を歌ったりしていました。その中で、ばあさんがトンボを切りました。小さな女の子にとっては、そのありさまを見るだけで怖いことでした。その時、森の鳩がこう言いました。くー、くー、私たち、カイちゃんを見ましたよ。一羽の白い面のりが、カイちゃんのソリを運んでいました。カイちゃんは雪の女王のソリに乗って、私たちが
巣に寝ていると森のすぐ上を通っていったのですよ。雪の女王は私たち小鳩に冷たい息を吹きかけて殺してしまいました。助かったのは私たち庭だけ。くぅ、くぅ。まあ、何をそこで言ってるの？とゲルダがつい大きな声をしました。その雪の女王様はどこへ行ったのでしょうね。その先のこと何か知っていて？教えてよ。多分、ラップランドの方へ行ったのでしょうよ。そこには年中氷や雪がありますからね。まあ、つながれているとトナカイに聞いてごらんなさい。すると、トナカイが引き取って、そこには年中氷や雪があって、それは素晴らしい見事なものですよ、と言いました。そこでは大きなキラキラ光る谷間を自由に走り回ることができますし、雪の女王はそこに夏のテントを持っています。でも女王の立派な本城はもっと北極の方のスペッツベルゲンという島の上にあるのです。ああ、カイちゃんは、好きなカイちゃんは、とゲルダはため息をつきました。静かにしなよ。しないとナイフを体に突き刺すよ。と、追いはぎの小娘が言いました。朝になって、ゲルダは森の鳩が話したことをすっかり追いはぎの小娘に話しました。すると、娘は大層真面目になって、うなずきながら、まあいいや、どっちにしても同じことだ、と言いました。そして、お前、ラップランドってどこにあるのか知ってるのかい？と娘はトナカイに尋ねました。私ほどそれをよく知っているものがございましょうか？と目を輝かしながらトナカイが答えました。私はそこで生まれて育ったのです。私はそこで雪の野原を走り回っていました。ごらん、みんなで出かけて行ってしまうだろう。おっかさんだけがうちにいる。おっかさんはずっとうちに残っているのよ。でも、お昼近くになると大きな瓶からお酒を飲んで、少しの間昼寝するから、その時お前にいいことをしてあげようよ。と追いはぎの小娘はゲルダに言いました。それから女の子はパンと寝床から跳ね起きて、おっかさんの首の周りにかじりついて、おっかさんのひげを引っ張りながらこう言いました。かわいいメアリさん、おはようございます。すると、おっかさんは女の子の鼻が赤くなったり、紫色になったりするまで指で弾きました。でも、これは可愛くてたまらない心からすることでした。おっかさんが瓶のお酒を飲んで寝てしまったとき、追いはぎの小娘はトナカイのところへ行ってこう言いました。私はもっと何遍も何遍もナイフでお前をくすぐってやりたいのだよ。だってずいぶんおかしいんだもの。でももういいさ。あたい、お前がラップランドへ行けるように綱をほどいて逃がしてやろう。けれど、お前はせっせと走って、この子、この子のお友達のいる雪の女王の御殿へ、連れて行かなければいけないよ。お前、
この子があたいに話していたこと聞いていたろう。とても大きな声で話したし、お前も耳を澄まして聞いていたのだから。トナカイは喜んで高く跳ね上がりました。その背中に追いはぎの小娘はゲルダを乗せてやりました。そして用心深くゲルダをしっかり祝えつけて、その上、蔵の代わりに小さな布団まで敷いてやりました。まあ、どうでもいいや、と小娘は言いました。ソラ、お前の毛皮の長靴だよ。だんだん寒くなるからね。マッフは、綺麗だからもらっておくわ。けれど、お前に寒い思いはさせないわ。ほら、おっかさんの大きな丸手袋がある。お前なら、肘のところまでちょうど届くだろう。まあ、これをはめると、お前の手が、まるであたいの嫌なおっかさんの手のようだよ。と、娘は言いました。ゲルダはもう嬉しくて涙がこぼれました。泣くなんて嫌なことだね。と追いはぎの小娘は言いました。本当は嬉しいはずじゃないの。さあ、ここに二つ、パンの塊とハムがあるわ。これだけあれば、ひもじい思いはしないだろう。これらの品々は、トナカイの背中の後ろに祝いつけられました。追いはぎの娘は戸を開けて、大きな犬を騙して中に入れておいて、それからよく切れるナイフで綱を切るとトナカイに向かって言いました。さあ走って。その代わり、その子によく気をつけてやってよ。その時、ゲルダは大きな丸手袋をはめた両手を追いはぎの小娘の方に差し伸ばして、さようなら、と言いました。途端にトナカイは駆け出しました。木の根、岩角を飛び越え、大きな森を突き抜けて、沼地や草原も構わず、一生懸命、まっしぐらに走っていきました。狼が吠え、渡りガラスが声を立てました。ヒュッ、ヒュッ、空で何か音がしました。それはまるで花火が上がったように。あれが私の懐かしいオーロラです。と、トナカイが言いました。ご覧なさい。なんてよく輝いているでしょう。それからトナカイは昼も夜も前よりももっと早く走っていきました。パンの塊もなくなりました。ハムも食べ尽くしました。トナカイとゲルダはラップランドに着きました。第6のお話、ラップランドの女とフィンランドの女。小さくて粗末な小屋の前でトナカイは泊まりました。その小屋は大層みすぼらしくて、屋根は地面とすれすれのところまでも覆いかぶさっていました。そして、戸口が大層低くついているものですから、うちの人が出たり入ったりするときには、腹ばいになってそこをくぐらなければなりませんでした。その家には、たった一人、年取ったラップランドの女がいて、ゲイユランプのそばでお魚を焼いていました。トナカイはそのおばあさんにゲルダのことをすっかり話して聞かせました。でもその前に自分のことをまず話しました。
トナカイは自分の話の方がゲルダの話より大切だと思ったからでした。ゲルダは寒さにひどくやられていて口を聞くことができませんでした。やれやれ、それはかわいそうに、とラップランドの女は言いました。お前たちはまだまだずいぶん遠く走っていかなければならないよ。100マイル以上も北のフィンマル県の奥深く入らなければいけないのだよ。雪の女王はそこにいて、毎晩青い光を出す花火を燃やしているのさ。私は紙を持っていないから、ひだらの上に手紙を書いてあげよう。これをフィンランドの女のところへ持っておいで。その女の方が私よりも詳しく、何でも教えてくれるだろうからね。さて、ゲルダの体も温まり、食べ物や飲み物で元気をつけてもらったとき、ラップランドの女は、ひだらに、二言三言、文句を書きつけて、それを大切に持っていくように、と言って出しました。ゲルダは、またトナカイに祝いつけられて出かけました。ヒュッ、ヒュッ、空の上でまた言いました。一晩中、この上もなく美しい青色をしたオーロラが燃えていました。さて、こうして、トナカイとゲルダとはフィンマル県に着きました。そして、フィンランドの女の家の煙突をコツコツ叩きました。だって、その家には戸口もついていませんでした。家の中は大変暑いので、その女の人はまるで裸同様でした。背の低い、むさ苦しい様子の女でした。女はすぐにゲルダの着物や手袋や長靴を脱がせました。そうしなければとても暑くてそこにはいられなかったからです。それからトナカイの頭の上に一かけ氷の塊を乗せてやりました。そしてひだらに書きつけてある文句を三遍も繰り返して読みました。そしてすっかり覚え込んでしまうと、スープをこしらえる大鍋の中へタラを投げ込みました。そのタラは食べることができたからで、この女の人は決してどんなものでも無駄にはしませんでした。さて、トナカイは、まず自分のことを話して、それからゲルダのことを話しました。すると、フィンランドの女は、その利口そうな目をしばたたいただけで何も言いませんでした。あなたは大層賢くていらっしゃいますね、とトナカイは言いました。私はあなたが一本のよりいとで、世界中の風を紡ぐことがおできになると聞いております。もしも船乗りがその一番初めの結び目をほどくなら、都合のいい追い風が吹きます。二番目の結び目だったら強い風が吹きます。三番目と四番目をほどくなら、森ごと吹き倒すほどの嵐が吹きすさみます。どうかこの娘さんに12人力がついて、守備よく雪の女王に勝てますよう飲み物を一つ作ってやっていただけませんか。12人力かい、さぞ役に立つだろうよ。とフィンランドの女は繰り返して言いました。それから女の人は棚のところへ行って大きな毛皮の巻いたものを持ってきて広げました。それには不思議な文字が書いてありましたが、
フィンランドの女は額から汗が垂れるまでそれを読み返しました。でもトナカイは可愛いゲルダのためにまた一生懸命その女の人に頼みました。ゲルダも目に涙をいっぱい溜めて拝むようにフィンランドの女を見上げました。女はまた目をしばたたき始めました。そしてトナカイを隅の方へ連れて行ってその頭に新しい氷を乗せてやりながらこうつぶやきました。カイって子は本当に雪の女王のお城にいるのだよ。そしてそこにあるものは何でも気に入ってしまって世界にこんないいところはないと思っているんだよ。けれどそれというのもあれの目の中には鏡のかけらが入っているし心臓の中にだって小さなかけらが入っているからなのだよ。だからそんなものを貝から取り出してしまわないうちはあれは決して真人間になることはできないしいつまでも雪の女王の言うなりになっていることだろうよ。ではどんなものにも打ち勝つことのできる力になるようなものをゲルダちゃんにくださるわけにはいかないでしょうか。この娘に生まれついて持っている力よりも大きな力を授けることは私にはできないことだよ。まあそれはお前さんにもあの娘が今持っている力がどんなに大きな力だかわかるだろう。ご覧、どんなにしていろいろと人間や動物があの娘一人のためにしてやっているか、どんなにして裸足のくせにあの娘がよくもこんな遠くまでやってこられたか。それだもの、あの娘は私たちから力を得ようとしてもダメなのだよ。それはあの娘の心の中にあるのだよ。それが可愛い無邪気な子供だというところにあるのだよ。もしあの娘が自分で雪の女王のところへ出かけて行って貝からガラスのかけらを取り出すことができないようならまして私たちの力に及ばないことさ。もうここから2マイルばかりで雪の女王のお庭の入り口になるからお前はそこまであの女の子を運んで行って雪の中で赤い実をつけて茂っている大きな小藪のところに下ろしてくるがいい。それでもう余計な口をきかないでさっさと帰っておいで。こう言ってフィンランドの女はゲルダをトナカイの背中に乗せました。そこでトナカイは全速力で走り出しました。ああ、私は長靴を置いてきたわ。手袋も置いてきてしまった。とゲルダは叫びました。途端にゲルダは身を切るような寒さを感じました。でもトナカイは決して止まろうとはしませんでした。それは赤い実のなった小藪のところへ来るまで一寸走りに走り続けました。そしてそこでゲルダを下ろして口のところに接吻しました。大粒の涙がトナカイの頬を流しました。それからトナカイはまた一寸走りに走っていってしまいました。かわいそうにゲルダは靴も履かず手袋もはめずに氷に閉じられた寂しいフィンマルケンの真っただ中に一人取り残されて立っていました。ゲルダは一生懸命駆け出しました。すると雪の大群が向こうから押し寄せてきました。けれどその雪は空から降ってくるのではありません。空はオーロラに照らされてキラキラ輝いていました。雪は
地面の上をまっすぐに走ってきて、近くに来れば来るほど形が大きくなりました。ゲルダはいつか虫眼鏡で覗いたとき、雪のひとひらがどんなにか大きく見えたことをまだ覚えていました。けれども、ここの雪は本当にずっと大きくて、ずっと恐ろしく見えました。この雪は生きていました。それは雪の女王の前哨でした。そして、ずいぶんへんてこな形をしていました。大きくて醜い山嵐のようなものもいれば、鎌首をもたげて、とぐろを巻いている蛇のような格好のもあり、毛の逆さに生えた太った子熊に似たものもありました。それはみんな眩しいようにギラギラ白く光りました。これこそ生きた雪の大群でした。そこでゲルダはいつも主の祈りの我らの父を唱えました。寒さはとてもひどくて、ゲルダは自分のつく息を見ることができました。それは口から煙のように立ち上りました。その息はだんだん濃くなって、やがて小さい華奢な天使になりました。それが地べたにつくと一緒にどんどん大きくなりました。天使たちは皆、頭には兜をいただき、手には盾と槍を持っていました。天使の数はだんだん増えるばかりでした。そして、ゲルダが主のお祈りを終わった時には、立派な天使軍の一体がゲルダのぐるりを取り巻いていました。天使たちは槍を振るって、恐ろしい雪の兵隊を打ち倒すと、みんなじりじりになってしまいました。そこで、ゲルダは勇気を出して、元気よく進んでいくことができました。天使たちは、ゲルダの手と足をさすりました。すると、ゲルダは前ほど寒さを感じなくなって、雪の女王のお城をめがけて急ぎました。ところで、カイはあの後どうしていたでしょう。それから、まずお話を進めましょう。カイはまるでゲルダのことなど思ってはいませんでした。だから、ゲルダが雪の女王の御殿まで来ているなんて、どうして夢にも思わないことでした。最終話、第7のお話、雪の女王のお城での出来事とその後のお話。雪の女王のお城は、激しく吹きたまる雪がそのまま壁になり、窓や戸口は身を切るような風でできていました。そこには100以上の広間が順に並んでいました。それはみんな雪の吹きたまったものでした。一番大きな広間は何マイルにもわたっていました。強いオーロラがこの広間をも照らしていて、それはただもうバカ大きくガランとしていて、いかにも氷のように冷たくギラギラしていました。楽しみというもののまるでないところでした。嵐が音楽を奏でて、北極熊が後足で立ち上がって、気取って踊るダンスの回も見られません。
若い白狐の貴婦人の間にささやかなお茶会が開かれることもありません。雪の女王の広間は、ただもうがらんとしてだだっ広く、そして寒いものばかりでした。オーロラの燃えるのは、まことに規則正しいので、いつが一番高いか、いつが一番低いか、はっきり見ることができました。この果てしなく大きながらんとした雪の広間の真ん中に、何千万という数のかけらに割れて凍った湖がありました。割れたかけらは一つ一つ同じ形をして、これが集まって立派な美術品になっていました。この湖の真ん中にお城にいるとき、雪の女王は座っていました。そして自分は理性の鏡の中に座っているのだ。この鏡ほどのものは世界中探してもないと言っていました。カイはここにいて寒さのため真っ青というよりは薄黒くなっていました。それでいてカイは寒さを感じませんでした。というよりは雪の女王が接吻してカイの体から寒さを吸い取ってしまったからです。そしてカイの心臓は氷のようになっていました。カイは平らな幾枚かの薄い氷の板をあっちこっちから運んできて、いろいろにそれを組み合わせて何か作ろうとしていました。まるで私たちが難しい漢字を組み合わせるようでした。カイもこの上なく手の込んだ見事な形を作り上げました。それは氷の知恵遊びでした。カイの目にはこれらのものの形はこの上なく立派な、この世の中で一番大切なもののように見えました。それはカイの目に刺さった鏡のかけらのせいでした。カイは形で一つの言葉を書き表そうと思って、残らずの氷の板を並べてみましたが、自分が表したいと思う言葉、すなわち永遠という言葉をどうしても作り出すことはできませんでした。でも女王は言っていました。もしお前にその形を作ることがわかれば、体も自由になるよ。そうしたら、私は世界全体と新しいそり靴を一足あげよう。けれども、カイにはそれができませんでした。これから私は暖かい国をざっと一回りしてこよう、と雪の女王は言いました。ついでに、そこの黒鍋を覗いてくる。黒鍋というのは、エトナとかベスビオとか、いろんな名の火を吐く山のことでした。私は少しばかりそれを白くしてやろう。ブドウやレモンを美味しくするためにいいそうだから。こう言って、雪の女王は飛んで行ってしまいました。そして、カイは、たった一人ぼっちで、何マイルという広さのある光の大広間の中で、氷の板を見つめて、じっと考えていました。もう、コチコチになって、お腹の中の氷が、みしり、みしりと言うかと思うほど、じっ
と動かずにいました。それを見たら、誰も貝は凍りついたなり、死んでしまったのだと思ったかもしれません。ちょうどその時、ゲルダは大きな門を通って、その大広間に入ってきました。そこには身を切るような風が吹きすさんでいましたが、ゲルダが夕べのお祈りをあげると眠ったように静かになってしまいました。そしてゲルダはいくつもいくつも寒いがらんとした広間を抜けて、とうとう貝を見つけました。ゲルダは貝を覚えていました。で、いきなり貝の首筋に飛びついて、しっかり抱きしめながら、貝、好きな貝、ああ、私とうとう見つけたわ。と叫びました。けれども貝は身震いもしずに、じっとシャチホコばったなり、冷たくなっていました。そこでゲルダは熱い涙を流して泣きました。それは貝の胸の上に落ちて心臓の中にまで染み込んでいきました。そこに溜まった氷を溶かして心臓の中の鏡のかけらをなくしてしまいました。貝はゲルダを見ました。ゲルダは歌いました。バラの花、咲き手は散りぬ、幼子エス、やがて青がん。すると、貝は、わっと泣き出しました。貝があまりひどく泣いたものですから、ガラスのトゲが目からポロリと抜けて出てしまいました。すぐと貝はゲルダがわかりました。そして大喜びで声をあげました。やあ、ゲルダちゃん、好きなゲルダちゃん、今までどこへ行ってたの？そしてまた、僕はどこにいたんだろう。こう言って貝はそこらを見回しました。ここは随分寒いんだな。なんて大きくてガランとしているんだろうな。こう言って、貝はゲルダに必死と取り付きました。ゲルダは嬉し紛れに泣いたり笑ったりしました。それがあまり楽しそうなので、氷の板切れまでがはしゃいで踊り出しました。そして、踊り疲れて倒れてしまいました。その倒れた形が一人でに言葉を綴っていました。それはもし貝にその言葉が綴れたら貝は自由になれるし、そして新しいそり靴と残らずの世界をやろうと雪の女王が言ったその言葉でした。ゲルダは貝の方に接吻しました。みるみるそれはぽーっと赤くなりました。それから貝の目にも接吻しました。すると、それはゲルダの目のように輝き出しました。貝の手だの足だのにも接吻しました。これでしっかりして元気になりました。もうこうなれば、雪の女王が帰ってきても構いません。だって、女王がそれをができれば許してやると言った言葉がピカピカ光る氷の文字ではっきりとそこに書かれていたからです。さて、そこで二人は手を取り合ってその大きなお城から外へ出ました。そしてうちのおばあさんの話だの、屋根の上の野花の話などを語り合いました。二人が行く先々には風も吹かず、お日様の光が輝き出しました。
そして赤い実のなったあの小藪のあるところに来たとき、そこにもうトナカイがいて二人を待っていました。そのトナカイはもう一匹の若いトナカイを連れていました。そしてこの若い方は膨れた乳房から二人の子供たちに温かいお乳を出して飲ませてくれて、その口の上に接吻しました。それから二匹のトナカイはカイとゲルダを乗せて、まずフィンランドの女のところへ行きました。そこで二人はあの暑い部屋で十分体を温めて家へ帰る道を教えてもらいました。それから今度はラップランドの女のところへ行きました。その女は二人に新しい着物を作ってくれたり、ソリを揃えてくれたりしました。トナカイともう一匹のトナカイとは、それなり二人のソリについて走って、国境まで送ってきてくれました。そこでは初めて草の緑が燃え出していました。カイとゲルダとは、ここで二匹のトナカイとラップランドの女とに別れました。さようなら、とみんなは言いました。そして初めて小鳥がさえずり出しました。森には緑の草の芽がいっぱいに吹いていました。その森の中から美しい馬に乗った若い娘が赤いピカピカする帽子をかぶり、蔵にピストルを二丁刺してこちらにやってきました。ゲルダはその馬を知っていました。それはゲルダの金の馬車を引っ張った馬であったからです。そしてこの娘は例の追いはぎの小娘でした。この女の子はもう家にいるのが嫌になって、北の国の方へ行ってみたいと思っていました。そしてもし北の国が気に入らなかったら、どこか他の国へ行ってみたいと思っていました。この娘はすぐにゲルダに気がつきました。ゲルダもまたこの娘を見つけました。そしてもう一度会えたことを心から喜びました。お前さん、ブラツキアの方では大した親分さんだよ。と、その娘はカイに言いました。お前さんのために世界の果てまでも探しに行ってやるだけの値打ちが一体あったのかしら。けれども、ゲルダはその娘の方を軽くさすりながら、王子と王女とはあの後どうなったか聞きました。あの人たちは外国へ行ってしまったのさ、と追いはぎの小娘が答えました。それでカラスはどうして?とゲルダは尋ねました。ああ、カラスは死んでしまったよ、と娘が言いました。それでさ、おかみさんガラスもやもめになって、黒い毛糸の模章を足につけてね、泣いてばかりいるって言うけれど、噂だけだろう。さあ、今度は、あれからどんな旅をしたか、どうしてカイちゃんを捕まえたか、話しておくれ。そこで、カイとゲルダとは、変わり合って、残らずの話をしました。そこでよろしく、チンガラ、モンガラか。でも、まあ、うまくいってよかったわ。と、娘は言いました。そして、二人の手を取って、もし、二人の住んでいる町を通ることがあったら、きっと訪ねよう、と約束しました。それから、娘は馬を飛ばして、広い世界へ出て行きました。
でも、カイとゲルダとは手を取り合って歩いていきました。行くほどそこらが春めいてきて、花が咲いて青葉が茂りました。お寺の鐘が聞こえて、おなじみの高い塔と大きな町が見えてきました。それこそ二人が住んでいた町でした。そこで二人はおばあさまの家の戸口へ行って、階段を上がって部屋へ入りました。そこでは何もかも、線と変わっていませんでした。柱時計が、カッチン、カッチン、言って、針が回っていました。けれど、その戸口を入るとき、自分たちが、いつかもう大人になっていることに気がつきました。表の屋根の問いの上では、バラの花が咲いて、開いた窓から、うちの中を覗き込んでいました。そして、そこには、子供の椅子が置いてありました。カイとゲルダとは、メイメイの椅子に腰をかけて、手を握り合いました。二人はもう、あの雪の女王のお城の寒い、がらーんとした、荘厳な景色を、ただぼんやりと、重苦しい夢のように思っていました。おばあさまは、神様のうららかなお日様の光を浴びながら、なんじら、もし幼子のごとくならずば、天国にいることを得じ、と、高らかに聖書の一節を読んでいました。カイとゲルダとは、お互いに目と目を見合わせました。そして、バラの花、咲き手は散りぬ、幼子 S、やがて青がん、という賛美歌の意味が、にわかにはっきりとわかってきました。こうして二人は、体こそ大きくなっても、やはり子供で、心だけは子供のままで、そこに腰をかけていました。ちょうど夏でした。暖かい、身恵みあふれる夏でした。新約アンデルセン童話集第2巻から、雪の女王、七つのお話でできているおとぎ物語でした。